まあ、その人もね、まああの、ニュース、いろいろ見てたらですね、やっぱりその大阪ダブル戦っていうのがね、まあ、統一地方選、えー、4月に合わせてというか、ですねも同じように、えー、同じ時期にね、やるっていうことで、まあ、大阪なんかはですね、大阪府知事選、大阪市長選、あと大阪府議選、大阪市議選、これ4ついっぺんに。 え、やるっていうね。ま、あそういう選挙でね、やっぱ大阪っていうのは維新がすごくまだまだ強いっていうかですね。まあ、今回の、まあ、あの大阪ダブル戦だったりですね、この統一調整の大阪府議選、市議選でもですね、やっぱ維新が、えー、やっぱ大阪ではまだまだね、あの、減るっていうのはなかなか考えにくいかな。 っていうのは、まあ思うんですよね。本当にそれだけ、まあ自民党だってそうですし、自民、えー、まあ共産、えー、立憲、立憲なんか本当に大阪でもかなり厳しくなってるなっていう感じもするんですけども、やっぱその、まあ、なんていうんですかね、まあ特に共産党がですね、まあ今日のニュースで気になったのは共産党がこの大阪ダブル戦、大阪府知事、大阪市長、 の市長選についてです、ね、共産党がまあ独自候補を擁立する方針を固めたというまあニュースが、ね、こう産経とか共同通信とかに出ていると、まあ、その理由というのがです、ね、共産党はその自民党 ま、前回はね、自民党の推薦候補を自主支援したということなんですけども、あの、共産党は力を合わせたいけども、カジノ反対の姿勢っていうのをですね、自民党が示す状況にないからと、まあ、いうことで今回独自候補を擁立する方針だっていうことなんですよね。まあ、でも、ま、これはま、そのカジノっていう問題もね、まあ、その、え、自民党の大阪市議は、 あの、住民投票で決めようみたいなことを言ってたりとかして、でも明確に反対っていうのは言ってないっていうのは、その共産党のね、まあ言う通りだと思うんですけども、まあただカジノだけが僕は問題かっていうと、その、決して僕はそうじゃないのんじゃないのかなっていうふうには思うんですよね。まあそれはなんでかっていうと、共産党もですね、あの、東京とかね、まあ京都とかだったらまだまだ、あの、勢力っていうのは、共産党の勢力ってあるんですけども、大阪では本当に、まあ、 県もそうですし、もう共産党もかなり、えー、厳しくなってきてるっていうのが僕は背景にあるというふうにあのー、思いますね。まあほんと今度大阪府議選っていうのはあるんですけども、大阪府議会ではですね、共産党っては2議席、えー、あの前回取ったんで、もうこれも 前よりも、ま、減ったんじゃないですかね。減った、減ってはないですかね。もう、本当大阪府議会でもですね、共産党の勢力っていうのがですね、もうかなり厳しいと。でそこに持ってきて、定数削減っていうのを、まあ、これ維新がやってですね、えー、その、共産党が、あの、議席を持ってる大阪府のですね、えぇ、ー、水田と東大阪ですかね、えー に2議席、あのー、2人いてるんですけども、まあ、その方も今回定数削減でですね厳しいということが、まあ、これネットの赤旗の方にも書いててですね、まあ、厳しいとは書いてないんですもう激戦ですとううに書いてるんですけど、まあ、この2人っていうのはもうあの大阪府議選、前回の4年前の大阪府議選ではですね、まあ、再開当選しているわけですよね。でそれが あの定数が削減されるとすれば、ですね共産党のこの2人の,あの候補がですね弾き飛ばされる可能性っていうのが、まあ、高くなってるとまあ、いうことでね、まあ、本当に大阪、まあ、共産だけじゃないんですけども、共産党もねやっぱり立て直していかなあかんと、特に大阪ではね、府議選だけじゃなくて、まあ他の市議選、大阪市議選だったり、まあ、あの大阪府下の市議選とかね、 地方選で、やっぱり大阪で、やっぱり勢力を。 あのもっと拡大していかなあかんっていうのが、やっぱり一番大きいんちゃうのかなというのは思いますね。まあ、それと自民党っていうのが、まあ、今回、消極姿勢というか、ですね、まあ、不先輩もあるんじゃないかみたいなことを、まあ、あの報道とかで言われたりとかして、でその有力候補っていうのを、まあ、一応自民党としても探ってて、ですねなんかそのネットニュースによれば、ですねなんかどっかのアナウンサー、テレビ局のアナウンサーに声かけたり、 えー、一応はしてるんですけども、みんな答えがつれない、返事しか返ってこないということで、やっぱりその維新が強いというのもあったりとかして、ですねやっぱり自民党が出てくれって言っても、よっしゃっていう人が、まあ、いないっていうことなんちゃうのかなと思うんですね、まあ、それをまあ共産党も、あの何て言うんですかね、こう感じ取って、まあ、自民党がです、ねまあ、候補、 あの強力な候補を出せないのであれば、ですねやっぱりその府議選だったりね、地方選を見据えて、えー、ここの大阪ダブル選に、ですね候補、共産党が独自候補を出そうという風にあになったんちゃうのかなと思いますね。 ま、カジノ、反カジノっていうね、まあ、その、誰を立てんのかなと思うんですけど、やっぱ反カジノでは、あの、署名がね、最初全然集まらないって言ってたのが、もう20万円筆以上ですかね、この間、去年ですかね、集まってですね、まあ、そこまでの、やっぱその、 カジノに反対とかですね、やっぱり維新への拒否感のある人っていうのも、まあ維新は大阪では強いんですけども、一方で拒否感のある人っていうのもね、維新嫌だっていう人も、まあ多いっていうのはあると思うんですよね。まあそれの、まあ、あの、なんていうんですかね、えー、象徴的なのが大阪市での大阪都構想の住民投票がね、2回否決されたっていうのがありましたけど、まあそこに現れてるのかなとは思うんですけど、 まあほんまね、だから、だから共産党も独自候補をね、まあ、えー、この1月内で決めるっていうことなんですけども、まあ誰を出すかっていうことを、やっぱり真剣に考えて決めてほしいなと考えてはるんでしょうけどもね。 いや、思いますね。いや、僕なんか、あの、なんていうんですかね、まあ、共産党なんか他の、あの、県知事選とかでね、まあ、よくあるかなっていうのが、やっぱり70歳以降で元大学教授だったりですね、まあ、元、あの、市民団体の代表だったりとかっていう形でね、まあ、あと共産党の職員の方だったりっていうのはあると思うんです。いや、それだとですね、僕はやっぱり、 ちょっと大阪では僕は厳しいんちゃうのかなっていうのはもう正直、えー、思いますよね、でやっぱそのこの大阪府議選、えー、をの見据えての独自候補、擁立っていうのもあると思うんで、やっぱ僕は府知,知事候補にやっぱ共産党でも独自候補を立てた方がいいんちゃうのかなと、でそれはもうただ立てるっていうだけじゃなくて、やっぱりその。 知名度のある方、え名、ー、共産党がね、まあ、有名な、こう、著名人とか引っ張ってきたら僕はすごいなと思うんですけども、ね、まあ、ただやっぱり、まあ、それは今までの共産党から見てもそういうことはしないんだろうなと。じゃあ、誰かなって言ったら、やっぱ共産党の中で、大阪の共産党の中で一番、えー、知名度があるというかですね、まあ、人気があるというのは、やっぱ僕は辰巳孝太郎さんじゃないのかなというふうに。 まあ思うんですよね。まあだから僕としてはもう辰巳高太郎さんをこの大阪府知事選に出すと。えー、大阪府知事選に出ていただいてですね、この東大阪と水田市でね、えー、もう本当にもう、まあこれで、辰巳高太郎さんが府知事選に出たとしても、東大阪市と水田市っていうのは本当に、 もうギリギリの戦いというかですね、もう本当に厳しい戦いになるんじゃないのかなっていうのはね、まあ思うんですけども、ただやっぱり、やっぱ辰巳さん方ね、やっぱ出さなあ,あかんのちゃうのかなと、まあそれも去年の参院選でもね、まあ出はったし、まあ僕は去年の参院選ではね、大阪では辰巳さん、兵庫では、えー、立憲民主党のね、相崎さんっていうふうに、えー、そういう、こうなんていうんですか、む あの無党派層での選挙協力ができたらいいなみたいなことを言ってたんですけども、まあ、結局、残念ながら、えー、そういうことはならなかあの辰巳さんが、ね、当選するとかってなかったんですけども、ただやっぱり、辰巳さんというのは全国的にも、ねまあ、知名度もあって人気もありますし、まあ、ネットとかでも、ね、人気ありますから、やっぱり辰巳さんをあの不知事選に立てると。 え、いうのがですね、一番、僕は共産、大阪の共産党にとってもいいんちゃうのかなっていうね。まあ、例えばその、まあ自民党だったりですね、例えば無所属で、まあ有力な候補っていうのがね、まあ、出て、もし出てきたとすれば、まあどっちか下げるとかっていうのも僕はありなんちゃうのかなと思うんですけども、ただやっぱり、まあ今回は自民党もですね、まあせっかく維新がね、 あの市長候補、まあ、府知事選にはですね吉村さんがもう一回出るとで、えー、市長候補には横山さんという方でね、維新のね、で松井さんが、まあえー、一応、代表を退いて政界も、えー、引退するということを言ってはったと思うんですけど、まあ、だからね、まあ、言ったらもう無名の新,新人みたいな、新人じゃないんですけど、も市議ですかね、市議か府議かどっちかだったと思うんですけど、まあ、出はるん でね、だから僕はこれ自民党なんか有力なね、著名人とか立てれればいいんちゃうのかなと、まあ自民党じゃなくてもいいんですけど、無所属で、まあ家事の協力に反対するような著名人みたいな方が出てきたらいいんちゃうのかなと思うんですけども、まあ、そういう動きもね、まあこの時点でないっていうことはもうかなりないんだろうなと思いますし、まあ共産党が今回、えー、候補を立てると、独自候補を立てるっていうことはですね、やっぱりそういう、まあ自 自民党との,このコミュニケーションともきちんと、えー、取ったか取れてないかというのは分かりませんけども、まあ、自民党がもう出さなさそうだということで決めたんちゃうのかなと思うんですよね。 前、市長選にね、出てくれはった自民党の柳本明さんはもう国会議員に、ね、なりましたしね、うまいことやったなと思いますけども、だからもうそういう、まあなかなか厳しいなというのはあるんですよね。まあその中で、まあ共産党も統制拡大というかですね、まあ不議選だったり、えー、市議選、えー、地方選で、えー、やっぱりその議員を増やしていかなあかんっていうね、まあそういう危機感、もう本当に僕は、 まあ立憲民主なんかも本当はもっと共産党よりもかなり大阪では厳しいという感じなんですけども、まあ、立憲民主はね、もう共産党が協力して、まあ、令和も協力してね、なんか独自候補を立てるとかってなったらいいなと思うんですけど、まあ、立憲民主があ,のあんまり共産党に協力的じゃなさそうな感じするんでね、大阪でもね。 だからまあ僕はもう、共産党も独自候補を立てて、ですね、まあ、これはその、まあ、不議選、市議選の対応っていうのもありますし、やっぱりその統制を立て直すっていうかね、まあ、公明党なんかもずっと票、減り続けてて大変だっていうのもね、あのネットニュースとかで指摘されてますけど、まあ、共産党もまあかなり厳しくなっているという、まあ、現実がある、その中でも大阪では特に厳しいっていうね。 大阪府議選では本当にうまくやらないと。 え前のまんまの順位だったらですね、定数削減の影響で、どっちも議席が取れなくなってしまうっていうね、そういうのがあるんですよね。だから、府知事選、府知事選に僕は辰巳高太郎さんを、に立ってもらってですね、東大阪、吹田、回ってもらって応援してもらうとかね、そういうことを、僕は共産党もそういうことを考えてるんじゃないのかなっていうふうにはまあ思うんですけどもね。 共産党はまああのそういう動きということなんですけども、まあ、自民党だったらねあと無所属でまあ有力な候補にも僕は出てきてほしいなというふうには、今も思ってますけどね、まあ、まあなかなか難しいやろうなというふうに思いますねチャンネル登録よろしくね。